立憲民主党、もちづきま失言がばれて逃亡。先日、立憲民主党のもちづきさんが、このような失言を吐いていたことが明らかになりました。こちら、もちづきさん、失言がばれてしまい、このように、ツイッターのアカウントを消して逃げてしまっているんですけども、このもちづきさん、今年の 神奈川県議会議員選挙に立候補する予定とされております。この方、県議になっても、こういった失言を吐いて、すぐに辞職させられる可能性がございますので、神奈川県民の皆様には、立憲民主党の望月真美さんには、絶対に投票しないように、お願いいたします。以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。